誤解がないように先に僕の営業成績をお伝えすると、僕の営業成績はやりがい搾取には気をつけてください。こんにちは、山田孝之です。僕は東京の不動産会社で働く現役の営業マンで、不動産業界は8年目になります。今回はなぜこんなにも大変な不動産営業を続けているのか、不動産営業のやりがいについて話していきます。他にも大変な仕事はいくらでもありますが、不動産営業もなかなかに大変です。大変な先にはそれなりの対価がありますので、僕が不動産営業を続けてどんな時にやりがいを感じるのか、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは現役営業マンである僕が不動産営業の辛いところや楽しいところなど、不動産営業のリアルをお届けしているチャンネルです。不動産営業に興味ある方や現役の不動産営業マンの方がチャンネル登録してくれると嬉しいです。それでは行きましょう。まずは成果主義です。会社にもよりますが、不動産会社は成果主義の会社が多いです。これを言うと、成果主義は売れてる営業だけがいい制度だと思う方がいるかもしれませんので、誤解がないように先に僕の営業成績をお伝えすると、僕の営業成績は中の中です。これは中の小になったり中の上になったりして、結果中の中かなと思います。それでも僕は成果主義の不動産営業がいいと思ってます。成果主義はですね、別に売れてるトップ営業マンだけではなく、普通の営業マンにもいい制度だと思ってまして、不動産営業はチームや複数に対する評価ではなく、完璧に一個人の営業マンに対して評価がつきます。これは良くも悪くもです。僕は広告代理店に少しだけいたこともあり、異業種の転職組ですが、 IT や広告代理店の営業は仕事の仕方もそうなんですが、結果や評価が個人ではなくチームにつくことが多いです。もちろん優秀な人は個人でも評価されるのが前提ですが、不動産営業はその辺全然異なりまして、仕事をしていない一個人が評価を受けることはありません。いい評価も悪い評価も、そして数字も全て不動産営業マンの個人につきます。これは不動産営業の仕事の仕方に理由があるんですが、不動産営業はチームではなく個人1人で仕事をすることが多いんです。もちろん大きい開発などは違いますよ。そして改めて成果主義のいいところを聞かれると困るんですが、単純に自分がやったらやった分だけ評価される方がいいですね。やるも自由、サボるも自由ではないんですが、やったらやった分だけ評価され、その分ボーナスやインセンティブも給料としてもらえますし、自分の実力不足だったりサボったりしてやらなければ給料も低く評価も低い。これが不動産営業のやりがいですね。他の業界では年数を重ねていっただけで給料がもらえて昇格もしている雑魚がいっぱいいると思いますが、自分の働いた分以上に給料をもらうって結構恥ずかしくないですかという話になります。成果を上げたら給料が高くなったり、年数や年齢が関係なく昇格をしていく不動産営業の方が個人的にはいいです。例えば僕は昔バスケをしてたんですが、試合に出る5人ってうまい5人なんですよ。これが学年が上だとか長くやってるとかの理由で、自分より下手な人が試合に出てたら普通にムカつきませんか？こんなつまんねえ部はもうやめるっていう気持ちも分かります。まあこの例えは極端なんですが、自分よりサボっててかつ仕事ができないやつが自分より給料も良くて昇格もしている。世の中にはこういった腐った現象が多い気がしますね。僕はそんなのは絶対嫌ですし、逆に自分ができないのにそれ以上に給料をもらえることも耐えられないです。不動産営業はそれがないんですよ。やったらやった分評価され給料をもらう、やらなかったら給料は低い、ただそれだけです。単純で当たり前ですが、不動産営業のやりがいは間違いなくこれですね。成果主義は不動産営業の一番のやりがいです。綺麗事を言って申し訳ないんですけども、綺麗事ではなくお客様のスマイルは営業の活力になります。スマイルというより不動産を売買させていただくと、お客様が喜んでいたり感謝されたりすることもあるので、これがこの不動産営業をしている2つ目のやりがいですね。不動産を購入したり売却したりするのはお客様にとって何度も行うイベントではないんですよ。そしてそれは不安もつきまといます。そんな中一生懸命お客様のためにと仕事をしていると、お客様から本当に感謝をされることがあります。その感謝の言葉は本当に嬉しく営業の活力になります。ちなみにユンケルファンティも活力になりますけどね。お客様のためにとか、不動産屋が偽善さぶってるんじゃねえと、金のためだろという声が聞こえてきそうですが、僕は本当にそう思って仕事をしてます。もちろん僕も生活があるので、契約をしたらインセンティブがもらえるのはそれは嬉しいですし、そのインセンティブをもらうために仕事を頑張っていると部分も大きいです。しかし金と言ってると嫌な人間になっちゃうので、そこはお客様のためにと真剣に仕事をしていれば、結果それが成果につながり、会社からもインセンティブとして給料がもらえますし、お客様も喜んでいる。これはかなりいいことですね。これはお客様のために真剣に仕事をする、それが成果となりお客様が喜ぶ、そして会社から給料がもらえる。この連鎖を食物連鎖とも言います。そして本当にやりがいを感じる瞬間です。その反面、揉めた時はですね、クレームはかなりきついですし、お腹も痛くなりますし、寝れなくもなります。そんなことを繰り返しながらお客様から感謝をされるということは、この不動産営業のやりがいですね。なので感謝されている時は、実はお客様に救われてます。きれい事を2つも並べましたが、一番のやりがいは給料ですね。これ以外ないですね。成果主義とお客様のスマイルは、この給料があってこそのやりがいです。学歴や年数など一切関係なく、自分の成果に合った給料がもらえる、それが不動産営業です。僕は全然トップ営業マンではなく、まだまだですが、それでも月の給料で100万円以上もらえることもあります。不動産営業は再現性が高いジャパニーズドリームが叶う仕事だと思ってます。ちなみに全然売れてない時は、新卒と同じぐらいの給料で住宅ローンとちょろっと生活費を払って、その給料がなくなりますので、マイナスの月もあります。そしてトップ営業マンになると、毎月コンスタントに100万円以上もらったりして、学歴もなく20代の営業マンが年収1000万1200万と稼いでる営業もたくさんいます。もっと稼いでる不動産営業マンもいて、2000万とかもたまに聞く話ですね。別にトップ営業マンになれなくても、500万から700万ぐらいの年収は普通の不動産営業マンでも稼ぐことができます。それでも日本の平均年収よりは高いですからね。普通の大企業や公務員などで活躍している人は、学生時代から勉強して、そこからすでにスタートしてるんですよ。勉強を頑張っていい大学を出れば、その後の年収や人生にも影響していきます。しかし不動産営業のいいところは、社会人になって一旦リセットを使えるということです。学生の時に勉強しなくても、社会人からリセットしてゼロからスタートできるんです。しかもそれは何歳でもいいんですよ。20代でも30代でも40代でも。なので10代20代と普通のレールから外れた人が、社会に出てからリセットし、そこから頑張る、それが通用するのが不動産営業です。だから不動産営業は再現性のあるジャパニーズドリームなんです。そしてこれから不動産営業を始める方や、働き始めたばかりの方など、そして中堅やベテラン、それぞれのステージでのやりがいもあります。一般的なマイホームを売ることだったり、難しい交通整理が必要な不動産取引をしたり、いろいろな不動産営業があります。その中で販売をやったり、仕入れをやったり、実需をやったり、収益をやったり、または管理をやったり、不動産営業の中でもいろいろあり、その中でどんどんステップアップもできるので、ぜひあなたに合う不動産営業を選んでください。個人の力で稼げる不動産営業は素晴らしい仕事です。ただ調子に乗るのは気をつけた方がいいですけどね。そしてコンビニより不動産会社の数が多いように、独立しやすいのも不動産営業となります。きれい事が多いように感じた方もいるかもしれませんが、今回話した不動産営業のやりがいは本当に思ってます。しかしこのやりがいは辛い1年目や2年目などでは、なかなか実感がしにくいんです。長く続ければ感じるやりがいも増えていく。これは不動産営業だけでなく、全ての仕事に共通することだと思います。最後までご視聴ありがとうございました。山田孝之の不動産 YouTube 視点のチャンネルでは、不動産営業の辛いところや楽しいところなど、日々の戦いについてリアルにお届けしています。僕は実際に初社会人1社目の不動産会社でガチャを引いて1週間で辞めたこともあります。そして一度不動産営業マンを辞めて、不動産業界を諦めたこともあります。ブラックと言われる不動産業界ですが、悪いところばかりではなく、いいところもたくさんあります。もちろん1社目からいい不動産会社に巡り合えるのが理想ですが、数社経験して自分に合う会社が見つかることもあります。このチャンネルでは不動産営業のいいところも悪いところも積み隠さず話してますので、不動産営業に興味ある方はぜひチャンネル登録してください。不動産営業をやるあなたにためになる情報をお届けすることを約束します。プロミスです。この不動産業界で一緒に花を咲かせましょう。よろしくお願いします。最後まで見てくれたあなたに好きな言葉を送ります。まだ慌てるような時間じゃない。ありがとうございました。